はじめまして。僕の名前は乳酸菌 FK23。 今回は日々製薬が生み出した真の健康に役立つ乳酸菌素材 FK23、 正式名称エンテロコッカスフェカリス FK23 についてご案内します。乳酸菌素材 FK23。 FK23 は生体内で優れた吸収性を示し、体中の免疫細胞に働きかける作用があります。そのため、様々な有用性が期待できます。ではまず、FK23 を語る上で大切な免疫についてお伝えします。免疫とは、私たちの体に生まれながらに備わっている力のことを言います。免疫が正常な場合、病気になりにくい、腸内に善玉菌が多い、老化が遅い、回復力が強いなど、健康と密接な関わりを持つ力であることがわかります。逆に免疫が異常な場合、風邪などの感染症、がん、動脈硬化、アレルギーなど、私たちの健康に悪影響を及ぼす原因となります。では次に FK23、 その特徴についてお伝えします。免疫力を高める。正菌体に比べ免疫力を高める働きが3倍。便秘を改善する。高い安全性。善玉菌を増やす。 FK23 はビフィズス菌のような腸内細菌の一種。通常ではフェカリス菌と呼ばれ、人の健康に重要な働きをしています。 FK23 はこのフェカリス菌の働きを最大限に引き出した乳酸菌なのです。では次に FK23 ができるまでを簡単なアニメーションでお伝えします。まず乳酸菌に独自の栄養素を与えます。そして栄養素を与えられた菌は増殖し、仲間が増えます。そして特殊な加熱処理によりパワーアップ。これが特許製法です。こうして免疫活性力の優れた乳酸菌FK23 が出来上がるんです。乳酸菌をある条件で加熱処理されたものが FK23。 ゆえに FK23 は生きていない菌。その働きはどうなんでしょうか。実は死菌が吸収されると免疫システムが刺激され、その結果私たちの免疫力が強くなります。腸の中で自然に死滅した菌を吸収しても免疫力を強めますが、 FK23 のように加熱処理した菌を吸収した時の方がその力は強力なのです。免疫力を高める力はこの図のように、正菌体に比べ FK23 のような加熱処理菌体の方が優れていることがわかります。乳酸菌といえばヨーグルトに代表される乳製品も体にいいって聞くけど、実際どうなんだろう。確かにヨーグルトや乳酸菌飲料に含まれる乳酸菌も健康効果があります。しかし確実な乳酸菌の効果を得るためには、なんと1日1兆個の乳酸菌を摂り続ける必要があるのです。1日1兆個の乳酸菌を摂るためには、ヨーグルトの場合なんと1000カップ、およそ100リットル分必要です。しかし FK23 ならわずか 0.25g で摂ることが可能なのです。乳酸菌といえば他にもいろいろあると思うんだけど、他の乳酸菌と FK23 はどれだけ違うんでしょうか。
ほとんどの乳酸菌は私たちの健康維持に役立つ働きをしています。そこでどの乳酸菌が免疫力を強める力が強いか調べた結果、 FK23 が一番強いことが分かりました。免疫活性力の比較をすると、他のどの乳酸菌よりも FK23 の力がどれほど優れているかが分かります。そもそもどうやって免疫力を強めるものなんでしょうか。腸内には免疫システムが備わっています。 FK23 が腸内を刺激すると、そこに集まる白血球が FK23 を異物だと思い込み、白血球の仲間を増やし活性化します。こうして増えた白血球が有害な細菌、ウイルス、がん細胞の増殖抑制に効果をもたらすのです。日日製薬の FK23 における特許技術って一体どんなものがあるんでしょうか。確認してみましょう。これらは日日製薬の FK23 における5つの特許です。これら特許技術が FK23 の安全性を証明しています。日日製薬はこれら特許技術で高い安全性と高い品質を実現しているんです。真の健康づくりに役立つ FK23 の効果、そして高い安全性と品質についてお伝えしました。では最後に FK23 を生む日日製薬の研究施設プラントをご紹介します。日日製薬は動物実験施設を併せ持った中央研究所を有し、特に乳酸菌の生態に及ぼす生理活性作用や発酵技術に関する研究、さらにこれらの技術を生かした商品開発、安全性の確認に取り組んでいます。日日製薬では商品の開発、製造から研究までを全てを行っています。このような体制はそれぞれの部署の考え方を取り入れやすく、意見交換も活発にでき、さまざまな角度から研究テーマを得られる素晴らしい環境であると考えています。中央研究所では動物実験で効果効能を確認し、臨床試験においても大学や病院の研究機関と共同研究を行い、その研究成果を学会や論文で発表しています。また安全評価も行っており、より確実で安全な商品提供に努めています。日日製薬品質管理では最先端の監視検査機器の導入によって、日日独自の安心安全管理維持を徹底しております。私たちは安定した品質のものをご提供するよう心がけております。日日製薬の生産プラントは、お客様にご満足いただけるよう独自の製造技術を活用し、より良い製品作りに取り組んでおります。生産プラントは乳酸菌の培養から精製・粉末化までを一貫して行うことが可能な製造設備を有しております。さらにこれまでに当社が培ってきた豊富な発酵ノウハウと絶え間ぬ研究努力の成果が日々の製品作りに反映されております。また排水処理までが生産であるという理念のもとに、生産プラントから出る排水を処理するため大規模な排水処理設備を完備し、環境問題にも万全を期しております。
日製薬株式会社はさらなる健康を求める皆様のためにもより高次元での研究開発を進めるとともに、より安全かつ安心してご使用いただける製品を開発、そして製造し続けることをお約束いたします。